突然だけど、僕はしぐれちゃんのことが好きだ。ひなたくんも鳥が好きなんだね。しぐれちゃん、バイバイ。気をつけてね、ひなたくん。僕はなんて幸せ者なんだろう。でも、そんな矢先のこと、しぐれちゃんが転校することになった。